今週もやってまいりました脳筋チャンネル。今日のゲストはネコライズのお二人です。何のチャンネルやねん。脳筋チャンネル。好きな言葉はやりがい。どうも脳筋です。ビンタのビンビンが暴れん坊。前に走ってるのは最近仕事を辞めて無職になったビンタさんでございます。無職でーす。はい、まあ、タイトルの通りね、仕事きついってよく言ってたから、僕が辞めたらって言ったら本当に仕事を辞めてしまったビンタさんです。はい、はい。専業元ブロガーとしてやっていくんですよね。いや厳しいですね。まあでもね、専業でやっていけるほどの収益と奥さんも一応働いてるからさ、必要っていうのしっかり働いてるそうですね。それを考えれば専業元ブロガーとしてもまあやっていけないことはないでしょう。まあ実際退職金がっぷりもらってほしいな。あらららら。いや地面食っていけないですからね、それで。いやでもビンタさんお仕事お疲れ様でした。ありがとうございます。毎日残業でしょ。だって基本的にはそうですね。クソじゃねえか。何やその会社。急にヒートアップする男。いや残業あるの普通だけどね。残業しないと生きていけないっすよ。もう残業しないと生きていけないほどの給料だったってことでしょ。ダメじゃんその会社。毎日何時間も残業してようやく人並みでしょ。人並みかちょっとだけいいのかなみたいな。ダメじゃねえか。何年ぐらい働いたの。5年以上いますね。すごいね。よくそんなところで働いてたね。洗脳されてましたね。仕事を辞めたいとかも言ってたじゃん。はい、言ってましたね。だって俺さ、初めて会った日から仕事辞めた方がいいよって言ったもんね。あ、そうですねで、今はもうね、元ブロガーとして食っていく感じでしょ。いやいやいや、それ言いたいだけですね現実的に考えるとね、結構厳しいです。いやでもまあ専業元ブロガーとしてね、頑張ってくださいよ。他人事よ。あ、これからビンタの財布をきっちり締めていこうと思うぞ。幼稚園児に任せるのか。おうよ。おうよ。ぶっ飛ばしい。うぅ、いけないんだ。こう、を潰しちゃおう。ビンタさん、教育が足りないんじゃないか。教育がちょっとあれですね。もう何でもカットすればいいと思ってるからな。だって農研さんも都合の悪いところカットするでしょ。当たり前じゃないですか。ってことはカットするんだよ。カットはしませんけども、他人に都合悪いことはカットしないから。アッキーさん言ってたな。農研さんも自分は守るけど他人を蹴るそんなこと言ってたのか。言ってた前もあいつ。自分が辞めたくなった理由ポイントはなんだ。人生まだまだあるじゃないですか。それを考えた時に人生つまんないな、もったいないなと思って。そうですよね、やっぱり時間が大事だよね、やっぱりね、若いうちとか特に。時間が大事ですね、経験も僕足りないんで。朝早くから働いて夜遅くまでいたらもう自分の時間なんてまず作れないからね。そうなんですよ。ねえ、そのきっかけを作ったのは誰。きっかけですか。うん、まあ自分じゃないですか。俺じゃねえのかよ。ノーキーさんのあの一言が僕を助けてくれたんですっていう。あ、そうか、そういうことか。じゃあもう一回ね。いや、いいわ。じゃあビンタさんが辞めるってもう決めたもうきっかけを作ったのは何だったんですか。ノーキーさんですよね。あ、俺彼女辞めた方がいいんじゃないみたいな言ってたって。最初は何だからって簡単に言うなと思ったんですけど、それもあってか辞めたいなと思ってた気持ちがね、強くなりましたね。ああ、なるほど。あれですよ、辞めたいなよって軽く言ってたし、辞めてもいいよって私言ったんですよ。ノーキーさんは言葉が軽いんだよねって言ってましたからね。なに、ビンタ。ビンタ、谷口を言った方が。お前も谷口を言う男か。ちょっと軽く聞こえるなっていう時ある。まああるね。ある。まあそれが脳筋さんだと思うんですけど。悲しいな。ビンタさん、そんなこと思ってたんですか。あいつの口は軽いから信用できないなって思ってたんだろ。そこまでじゃない。軽い。ビンタ。言葉の重みですかね、わかんない。あ、俺には言葉の重みが出てるわ。俺の言葉は重くないのか。いひどいな。まあでも、あ、ひどいな。ビンタさんがコラボしたいって言うからさ、僕最初の頃コラボしたのに。いやいや、まあそう、そうは言ってもやっぱそれがなかったら今ないですからね。ビンタツンデレだから私の前で言いますよ。ノーキーさんがいなかったら俺は今ここにいないと思うっていうぐらいですから。もう専業元ブロガーとしてね、これからも頑張って感じだもんね。波乱な人生を歩んでいきたいと思います。おお。ギャンブルみたいなもんですね。そう、ギャンブルですよ。長く会社に勤めればいいみたいな、そんな時代もう終わってますからね。まあね、もう石の上にも3年っていう言葉もね、もう古いからね。嫌なとこに3年いたら人生の無駄じゃん。もう確かに嫌なことも我慢して理不尽なことも全部受け止めると。一種の洗脳ですね。あ、じゃあその洗脳を解いた俺ってビンタさんに言ってたら何なんですか。神様ですね。神様ですね。でもどうせ帰ったらビンタさんこの後文句言うでしょ俺に。あいつの言葉相変わらず口軽いなっつって言わない。前科持ちだからな。今日帰ったら言うんだろうな。一切懸念に持ってる。俺は寂しいよ本当に。ということでここで終わります。チャンネル登録、ツイッター、インスタフォロー絶対しないでくれよな。